9月4日、稲沢商工会議所会館でウルフドックス名古屋の西尾張地区講演会総会が行われました。この講演会は選手と地域の触れ合いを通じてより明るい街づくりと青少年の健全育成、そしてチームを盛り上げることを目的に発足され、今年で2年目となります。会場には加藤丈二郎稲沢市長をはじめ、来賓や講演会会員らおよそ40名、さらにウルフドックス名古屋からは今選手、内山選手、白岩選手の3名が出席しました。今年の必ずご期待を大谷さん、ああいうふうに思っております。本当にご無理だと思いますので、見捨てないようにしていただきたいと思います。2年続けて後援会長に選任された松岡茂雄会長は、どんどん力を発揮していただき、昨年の屈辱を果たしていただくのではと思って、期待しているところでございます。続けて来賓者からはそれぞれ言葉が送られました。ぜひとも最後にはですね、優勝ができて、そしてみんなでまた喜び合うことができますことを お祈りを申し上げるところでございます。大切な大切な私どもにとって、このウルフドックスの活躍を心から願います。地域を盛り立てる大変重要な財産でありますから、それをしっかりと生かしていただくように、選手の皆さんに葉っぱをかけていただいて、来年のこの総会が皆さんと共にいい一年だったなと言えるように、私からもご祈念を申し上げるところではございます。何事も一人ではできません。皆様方の力を借りている、その方たちが一丸となって目的に向かって進んでいく環境が今現在稲沢はできております。来賓の方々の温かい言葉を受けて、チームキャプテンの今選手は、我々ウルフドックス名古屋を応援していただきまして本当にありがとうございます。残念ながら7位という非常に悔しい結果に終わってしまいました。ただですね、選手一人一人がその悔しい思いを忘れることなく、この夏の間一生懸命練習に取り組んできましたし、いいプレーができているという手応えも感じていますので、10月から開幕します2020-21 シーズンでは、今まで以上に強いウルフドックス名古屋を皆さんにお見せすることを今日ここにお約束したいなというふうに思います。地域の後押しを受けて、豊田合成トレフェルサ時代に制覇した2016年以来のリーグ制覇を目指します。いや、これほどやっぱ応援してくださる方がいらっしゃいますので、やっぱ勝つことがやっぱそれに対しての恩返しかなと思いますし、密着ということなんで、しっかりファンを作っていく上でやっぱしっかり勝ってやっぱお礼をしていきたいなと思っています。皆さん温かい方なので、この方々に応援されるのはすごい嬉しく思います。昨シーズンはちょっと残念な結果だったので、それを挽回するためにも上位に食い込んで頑張りたいと思います。そうですね、僕ら試合で結果出すのはもちろんですけど、それ以外でも、いろんな形で地域にこう貢献していかなきゃいけないなっていうふうな思いは強く感じました。